この番組は暮らし広がる世界の品質 P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。東京の隅田川のことと橋の際に古ぼけた小さな喫茶店があった。テラスが川に突き出していて一見素敵だったけれど、周囲が公園で人通りもなく繁盛してるとは言えなかった。銀行へ勤める土屋さんと私がその店に関わり始めたのはマスターの関本さんのせいだった。土屋さんは明らかに関本さんに惹かれていた。私はただ空っぽだった。心の中が空っぽで、それを何かで満たしたくて店の改装に熱心になろうとしていた。ってみんなで言ってたの。次の日退院したから。そう、1週間も経ってしまって。ううん、よかった来てくれて。あの時はどうもありがとうございました。ううん、何にもできなかった。いらっしゃいませ。いらっしゃい。大沢さんが来てくれたの。あら、大沢さん、こんにちは。いらっしゃい。ああ、いらっしゃい。どうぞどうぞ。マスターいないんだけど。いいんです、ありがとう。よくいないの。でもね、それがこの店のいいとこでもあるんだけど。3時って言ってたよね、あの連中来るの。あ、もう一人。あ、こんにちは。あら、あの連中ってあなたのことじゃないのよ。ほら、工務店の人が来るって言ってたでしょ。こちらが来たの。え、こちら大沢ゆりさん。こんにちは。あら、来てくれたの。あの時はいろいろありがとうございました。うん、どうしてるかと思ってたのよ。元気そうで、うん、よかった。 あのぶつけたとこなんともなかった？ええ、まだ戻
対してはいるけど。なかなか来てくれないのよ。私がね、このお店勤めてからね、足掛け5年。その間橋から飛び込んだ人が6人。6人目。助かったのは4人。でこの店でね、助けたのは3人。3人目。でもね、全然来ない。助けてくれたってありがとうなんてね、全然来ないの。そりゃ死のうとしたところを助けたんだから。おばさん、そうなんだ、その人なんだ。うん、あんたいなかったもん。でもありゃ元気で顔色よくってね。そうよね。よかったよかった。本当によく来てくれたわ。私そんなに死ななかったことよかったとばかりは思えないけど。そうよね。あんなことしたいほど辛いことあったんだもんね。そうよね。簡単に良かったなんて言えないけど、昔私も死のうとしたことがあんの。おばさんが、あなたよりもうちょっと年上だった。もう30年以上も経ってるわ。でもその後でね、あん時死んじゃった方が良かったなってこと 2,3 秒思ったわ。でもね、その何倍も何十倍も、生きてて良かったな。そんな大げさなことじゃなくね、小さなことで生きてて良かったって何遍も何遍も思ったわ。一度死のうとしたから生きてることがありがたいって感じるのかもしれないわね。あなたもこれから先何百遍も、生きててよかったって思うわよ。二度とあんなことしちゃダメよ。あ、何よ、水だけじゃないの。あのコーヒー。おう、コーヒー上がってるよ。私、関本さんに。マスターに。何？悪いこと言って。なんて？助けてくれた時余計なことした。余計なことして死にたいもん知らせりゃいいじゃない。余計なことして大丈夫。ああいう時は何言ったって、わけのわからないこと言って当たり前よ。気にしないわ、そう思う。いいかな。あ、ありがとう。コーヒーでも飲んで元気出してね。マスターね、きっとそんなこと覚えてない。そう、あの時も思ったことこんなんだったし。もうよ、つまんないこと気にしないでね、いいことだけ考えて、そう前向きになってね、嫌なこと忘れちゃうのよ。このおばさんね、本当いい人なの。何それ。私も何度か助かったことあったの。本当？時々さ、ここへ来ればいいと思う。毎日だっていいけど。そうよ、毎日来ておしゃべりすればいいのよ。暇なの。私たちね、毎日おしゃべりしてんの。ダメなの。何が？いいことばっかり言って。いいこと？綺麗なことばっかり言って。綺麗事って？元気でよかったとか、死んじゃいけないとか、毎日来ればいいとか。いけない？どこ行ってもそうなの。口先ばっかりなの。誰も本当のことは言わない。本当のことって何？だってあるでしょ。何が？中年の人は思ってるに決まってるわ。若いのに死のうだなんて甘ったれだとか。そんなこと。助かれば結構顔色良くていい気なもんだとか。思ってない。思ってないわよ。面倒くさそうな娘だとか、どうかしてるんじゃないかとか。どうしてそんな風に。みんないいことしか言わないの。綺麗なことしか言わないの。本当のことは言わないの。どこ行ってもそうなの。だからだんだん息が詰まりそうになるの。たまらなくなるの。入れ。営業中の店へ来てよ。何でけえ声出してんだよ。よそ。ん？立てよ。どうして？どうしてよ。いいの。本当のこと言ってやるよ。何言ってんの？あんな瞳があるとこで死のうなんてよ。笑わせんじゃねえよ。その大将、あんた泳げたじゃねえかよ。え？死ねると思ったのかよ。ちょっと。怒るよ私。言ってやったはいいんだよ。シェフこそ大声出して。ああ、人の親切口先だけなの。綺麗事なのな。シェフ。ああ、その通りよ。口先よ。お前のことなんかな、誰も何とも思っちゃいねえんだよ。
それが世間ってもんなんだよ。シェフどうかしてるよ。本当のこと知りたいって言うからよ。当たるなよ。なんだそれ。昨夜おかみさんと喧嘩したろ。そう言ってたじゃない。もう関係ねえよ。関係あるよ。怒りたきゃおかみさんに怒んなよ。この子に当たんなって。あ、お前の好みかな。冗談じゃないよ。まさみちゃんよ、気をつけたらいいよ。その子に取られちゃうよ。すぐそういうこと。ちょっと待ってよ。すいませんでした。いや待ってったら。気持ちわかるよ。確かに君の言う通り、大抵のやつら口先ばっかりだよ。どっちもいたって当たり障りのないことしか言わないやつらばっかりで、本当の気持ち見えなくて息詰まりそうになるのよくわかるよ。だけどね、ここの店ちょっと違うんだ。違うことわかってるからみんな安い時給だけど来てるんだよ。おばちゃんの言ったこと綺麗事だなんていうのはよくない。いいのよ。まさみも本気で言ったと思う。それは少しは嘘があったかもしれないけど、今時時給400円、それでもここに来るとホッとするから来てるんだよ。みんな少し弱いといえば弱い。強いのが好きだったら別だけど、また来たくなったらいつでも来なよ。口先だけいいこと並べて追い返すような店じゃないから。飲んでってコーヒー。飲んでて。いらっしゃい。いやそりゃないずっと下にしようよね。どうぞどうぞ。あ、なんだひろこさん来てたんだ。何満員だと思ったら。うちはばっかしじゃないの。来て。はい。そこのとこね、見といてね。はい。あ、悪いけどビール2本くれる。あ、はい。そしたらそこからします。ねえ、ちょっとねえ、ビール2本ですってよ。はい。グラス4つ。はい。グラスも4つですって。はい。ごめんなさい、店の人じゃなかった。え、もう半分店の人間です。呼んだって返事しないからさ、降りてくるの待ってたのよ。あら、すいません。いや、いいんだよ。ねえ、下にお客様いたらね、一人降りてるの常識じゃないね。早かったじゃない。もうどうしようもない従業員なのよ。退所したらね、全員首切って再スタートよ。きついね。こんにちは。ああ。こんにちは。すいません、なんか部屋に入っちゃって。いや、二人並んでられるとなんかこう避難されているような気がする。少しは避難してる。仕事投げ出しすぎてる。宴会の予約がね、取れて。取れた。いや、取れなかった。どうして。ね、川べりで酒を飲む季節じゃないって言われて。だって川風に当たるわけじゃないじゃない。街中のね、便利なところにするって言われちゃった。それでおしまい。いや、これでも結構粘っていたんだけど、現時点ではね、コンパとか宴会の予約を取る以外、客を増やす方法はないんだよ。それでも自分なりには頑張ってるつもりだ。フランス料理食べながらだけど。あまりへりくだった時にはね、自分を取り戻すために多少の贅沢は必要だった。あの車も多少の贅沢。あの車しかないんだよ。ここに住んでみたら分かるんだ。あの車っ払っちまったら、俺はただの飲んだくれになっちまう。だんだん廃山者の人生を受け入れちまうんだ。何もかも捨てればいいってもんじゃないけど。あ、立ったまま座って。あ、はい。あのね、工務店の人がね、改装を土曜日から始めたいって言ってんだけど。ああ、OK。 うん、急いでもね、2週間はかかるだろうって。分かった。うん、その間あの人たち休んでもらわなきゃいけないでしょう。あ、そう言うよ。うん、この際だからね、できたら従業員の人変えたいんだけど。うんとね、おしゃれな店にしたいのよ。それにふさわしいような人たちと変えたいんだけど。というと。土屋さんは全員クビにしたいって言ってるんですよ。いやいや、だから大学生のバイトの子、あの子いいじゃない。だけど後の人たちはね、
おしゃれな店に似合うような人たちじゃないでしょう。そんなことできます？おばさんは仕掛け5年ここで働いてるっていうし。改装したってあんな太った子やおばさんが出てきたら今までと印象は全然変わらないじゃない。ああそうかもしれないけど、中途半端なことしたらね、うん、きっと失敗すると思うの。やるなら思い切ってガラッと変える決心してくれないと。それじゃないとちょっと私責任持てないわ。今までだってそうだったんじゃないの？人情に引きずられてそういうことで失敗したんじゃないの？いいだろう。え？話すよ。待って、話すの待って。マスターからそんな簡単に言うなんて。失敗したくないんだ。失敗しないわ。何言ってんの？知らないのよ。あの人たちがどんなにいい人なのか土屋さん知らないの。いい人か悪い人かなんて関係ないの。思うようにやりたいっていう気持ちはわかるけど、あんないい人たちを追い出して収益ばっかり追求するんじゃ、それじゃ銀行と一緒じゃないですか。生活変わんないんじゃないんですか。商売商売よ。ねえ卵は？いいです。大体今時そんな人簡単に集まると思います？まして洒落た子なんかあんなところに来ると思えないし。そこに一人いるじゃない。私銀行辞めたいでしょ。そんな簡単に辞めるわけには。慰謝料手切れ金500万もらったんだって。手切れ金？うん、うちの支店じゃ噂になってるわよ。噂です。もらってない？え、大田から慰謝料もらってないの？ちょっと、もらってなくてこんな噂流したんだったら。誰が流したんですか？大田に決まってるじゃない。500万なんてもらってません。いくらならもらってんだよ。それじゃもっとずっと少ないです。少なくたってもらってる女じゃないの。そのうちそっちの支店にも噂は届くわよ。バカね、どうしてそんなお金もらうのよ。あ、いいわね。ほら差し当たりね、あの大学生のことあんたにお店に立ってもらえばさあ十分ことは足りるんだから。ね、改装したってね、あなたそんなに急にお客増えるわけないんだから。厨房の方もね、調理人ミッシェルから一人ね見つかりそうなのよ。ミッシェル？ほらあそこ潰れそうなのよ。松戸に支店出したでしょ。失敗したんだって。だからね、いきなりほらフランス料理って言ったってね、そんなの厨房あんなに狭いんだし。それに材料買って余らしたってもったいないでしょ。だからね、最初は1品か2品にね限定してやろうと思うのよ。まあそうね、ケーキぐらいと、それからスモークサーモンとか生ハムとか、まあワイン程度ね。それきれいに飾ってそうね、メニューなんか手書きにしてもいいと思うし、それからねえキャンドルだけにして、それで綺麗な音楽流して、まずはね雑誌に載るのが目標だからいいじゃないね。それからだんだん規模広げていけば。はい、できたわよ。はい、食べましょう。私が嫌だって言ったらどうするんですか？嫌なの？私辞めるの前提にしてるみたいに。いや、他の子考えてたわよ。他の子って誰？女のどこにだっているじゃないの。だけどあなたの噂聞いたからね。とにかく食べよね。食べちゃう。いただきます。いつ聞いたんですか？ね、一昨日かそこらかな。渋谷支店には言いふらさないで。私が？私やめた方がいいんでしょ。そんなえげつなくないわ。私どうだか。どうだかってあんた、おばさんたち平気でクビにするような土屋さん見てると私分かんなくなるわ。そういうこともしそうな気がしてくるの。私はね、あなたのぶりっ子具合の方がよっぽどムカムカするわ。何言ってんの？
いい人だからクビにしないでって、いい人だかどうだかあって知らないでしょ。今日分かったんです。今日って何よ。いい人たちだって。今日いい人だと分かった。うーん、明日悪い人だと分かった。そんな人間ってのは簡単なもんじゃないの。敵でも持ってるみたいに。何よ敵。あの人たちに。そうよ、敵だかどうだか知らないけど、私はああいう連中はもんざいなのよ。大した才能もなくて、格好も悪くて、でもいいよいいよって許し合って、人情かなんかに溺れちゃってさ、ガサツで、ああ私たちって本当にいい人だわなんて思っちゃってて、結局はね怠け者なの。そうでしょ。マスターがほっとくのをいいことにのんびりとしたい放題してね。口につか忘れちゃった。人のこと悪く悪く言えば大抵の人間はみんなひどい人間なのわ。私だって土屋さんだって。だからって目つぶってられない場合だってあるでしょ。改装の見積もりはいくらですか。どうして。いくらですか。厨房と小物入れて外装で350。じゃあ150万渡し出します。その上ウェイトレスもやって銀行も辞めます。だったら私にだって発言権あるでしょ。だからおばさんたちは辞めさせないで。そんな甘いこと言ってたら商売なんかないもん。商売、甘い商売やりたいの。甘くない商売は散々銀行で見たじゃないですか。甘くて甘い甘いあったかいいいお店に行きたいじゃないですか。このことは私譲りませんから。おばちゃんたち切って、それでお金のことだけ考えて。そんなの、そんなお店私はだってしょうがないもん。絶対譲りませんから。ここへ来て愚痴こぼすことじゃないけど。いや困るわ、あの子いなくなると。言うこと聞く子だと思ってたの。ちょっとお金入ったもんだから強気になっちゃって、あったかい店作りたいなんて。そんなことしょっちゅうそばで言われたら、冷静な商売なんかできっこないし、消えるしかないかなと思うの。お金出すって言ってんのにちょっと残念だけど、あの子にもやめてもらうわ。意見ない？人ごと？そんなことはない。ただね、こういう時俺はバサリって彼女を切るようなことできないから。冷酷私。そうじゃないんだよ。商売はそういう時があるってそう思っていながらできなかった。商売には誇りを捨てなきゃならない、そう承知していながらつまらん自尊心を捨てることはできなかった。その結果このざまだ。すっかり自信をなくしてる。だから君の力を当てにしてる。君の知恵を当てにしてるんだ。なるべく口を挟まないで君の言うなりに私は手足になって働きたいと思ってる。繁盛している店、それが私には喉から手が出るほど欲しい、見たい。だからいくらでもバサバサと切りまくってしたいようにしてくれってそう言いたい。しかし、しかし彼女を切るのはひどいよ。ひどい。ほらおばちゃんたちを切るのはわからないでもないんだけど、彼女は
ずっと君と一緒だったじゃないか。一生懸命やってきたじゃないか。打ち込んできたじゃないか。その彼女がこの店をあったかくしたいって言ったからって切るのはあんまりだよ。お客にあったかいって言ってんじゃないのよ。従業員にあったかいって言ってんの。だってそれがこの店をこの店の空気になっていくじゃないか。そしてあったかくしてお客が誰もいない店になるのよ。どうしてそう決めつけるんだ。目に見えるからよ。冷たければいいのか。取り澄ましてピリピリして裏行って君は無知を持って甘かないぞって引っ叩くのか。どうすんの。任せるの任せないの。彼女を切ることはないよ。あの子おばちゃんたち残すの条件だって言ってんの。私にはその方がよくわかる。それじゃあのことやればいいじゃない。人情に溺れてガラガラの店の中でみんなでこうやって温まってりゃいいじゃない。私降りるわ。降りる。降ります。もう来ない。いいのね。仕方がない。彼女のためにそこまで。いや彼女のためじゃない。でもそうじゃない。そうじゃないんだよ。私はこういうやり方がたまらないって言ってるんだよ。だからそうやっていつも人情に溺れて失敗してきたんじゃなかったの。またそれ繰り返すの。やってみるよ。そっか、いいわ。彼女は男と別れて手切れ金せしめてお金は結構持ってるはずだから。ダウンライト、ね、ここあんまり明るくてさ夜景もないの見えしねえもん、ね、ほらガラスに自分だけ映っちゃって。でここの腰は。腰これはね板張り、うん、しかしね、まあ、何色にするか最終的に決めてないんだよまだね。いや床もさ言いたいって言った方がいいよって言ったんだけど、ちょっと待って、もう一回考えさせてって。ああそう。さあ、あんた突然いなくなっちゃうな、困っちゃうよ、本当に。あんた同じ銀行でしょ。そう、ちょっと見せて。今日銀行休んじゃないよね。私は休んだんです。辞表出したの。これから未解決なところは全部私が決めます。一つ一つ確認していきたいの。で、ここの窓枠は、ブルーで行きたいってね。もうね、ここはさ、既製品ってわけにいかないからね。ちょいと手間かけちゃうけど、で、ガラスは普通のガラス。いや、そりゃ、最高だったらいいよ、そりゃ。だけどさ、そんなことしたら大変なことになっちゃうからね。お時間の意見じゃなくて、土屋さんがどういうふうに言ってたかを聞きたいんです。一週間、お休みになるというわけだけど、その間に新しいお店のマナーも覚えなくちゃいけないし、それからあの洋服も着るものもね、今と違う風にした方がいいと思うんです。どんな風に。どんな風にって、それはみんな集まった時に決めればいいと思うんですけど、これから決めなくちゃいけないこと、やらなくちゃいけないことたくさんありますけど、調理場のことについてはメニューのこともありますし。ああそうだね。2週間じゃとても足りないと思いますけど、みんなで力を合わせて相談し合いながら一生懸命なんとか運というお店にしたいと思ってるんです。至りませんけどどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シェフ。ああよろしく。
何があったか知りませんけど、土屋さん抜きで改装するっていうのは無理なんじゃないですか。張り切ってるっていうのは分かるけど、経験もないようだし。土屋さんだって経験ないぞ。でも年の子でしっかりしてるし、あの人ならなんかできるって気がしたけど。若い子に無理して改装し出させて失敗したらかわいそうじゃないですか。だから失敗しないようにみんなで協力して頑張ったらいいじゃないか。具体的には何にも知らないようだしね。騙して金出さそうとしてるんじゃないんだぞ。それはそうでしょうけど、大変なことは分かっていながらこの店に駆け寄って言ってるんだ。頼れないと言って潰すばっかりが能じゃないだろう。それはそうでしょうけど、こんなことは滅多にないんだぞ。なんとか掴んだ糸口じゃないか。なんとか成功させたいじゃないか。俺はやる方に賛成だな。どういう事情か知らないけど、マスターここに来て初めて閣下してる。土屋さんがいる間は折れてる感じだったけど、彼女一人になったら閣下してる。そりゃそうだよ。やろうよ。彼女がどうだろうとさ、みんなで閣下していい店にすりゃいい。勢いに乗ってそんなこと言うのは簡単だけど。そういうこと言うなよ。そういうこと言うなよ、おばちゃん。迷っていた。こんなことで自分のお金をつぎ込んでいいものかと思いながら、予定通り取り壊しが始まった。どこかであのお金をドブに捨てたいという気持ちがあったのかもしれなかった。始まるの知ってたから、きっと本当にやってるかどうか気にしてきてるんだわ、うん、いらっしゃいってわけにはいかないだろう。いけない。君を切ろうとしたんだぞ。カッとなってそういうふうにしたかもしれない。また考え変わってるかもしれないし、俺たちでやろう。ダメダメ、全然自信がないんです。とてもお客さんが来るとは思えないんです。綺麗になったら雑誌も取り上げてくれるさ。それも土屋さん、改装のプランも土屋さん、そこまで来てるんですよ。行かなくていいんですか。気がいいんだね。違うんです、相談したいの、聞きたいこといっぱいあるんです。彼女にお願いして戻ってきてもらってもいいけど、君はともかくとしておばちゃんたちを切ろうとするぞ。そしたら私おります。何を言うんだよ。私怖いんです。ん、本当は降りたいんです。とてもこのお店が繁盛するのは思えないんです。マスター自信がありますか。え、いや、土屋さんは自信があったわ。そこまで来てるっていうことは、その気が、やる気があるんですよ。分かった、会ってみよう。
はい。ああ、用事？お礼が言いたくなって。何のですか？今日から改装に入った。大半のプランは君のおかげだ。花を届けたくて。そこんとこ置いといてくれますか？少ししおれてるんだ。うん、すぐ取るわ。それ待ってる。すぐ取るならば、あの地面に置きたくないし。ね、ちょっとだから時間かかるわ。構わない。はい。何もない。じゃ、ただね、少し物足りなくて。もしよかったら少し話をしたいんだ。10分ぐらいだったら。あれ、10分ぐらい。じゃあどうぞ。絵を描いてた。そう、始めたの。見たいな。まだ何も描いてない。緑が見えた。うん、緑をただ意味なく塗っただけ。どうぞ。あ、ずっと。え、何が？いや、絵。いや、だから始めたばっかり。学生の頃少しやってたんだけど。あ、そう。切り替え早いな、私なんだか。もうお店のことなんて遠い昔のことみたい。なんかこの絵のことはよく知らないんだけど、だがね、カンバスに弱くて。ああ、弱いの。うん、中学校も高校も野球をやってた。そうよね。甲子園も行ったから。ああ、甲子園行ったの？うん、だからプロ野球からスカウトをされたんだ。ああ、そうか。学校でもね、うん、少し人気があった。そりゃそうよね。ところがね、私のことを見向きもしない女生徒がいたんだよ。あ、その子が絵を描いてた？うん、好きだったんだけどね。ああ、何にも言えなかった。どん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 野球だけの人生に行ってしまったから、その子のこともすっかり忘れてしまった。ただこのカンバス見ると、なんかこの小さく胸がうずくのね。いや、懐かしい気がするんだ。あの頃のことを思い出してね。練習、練習、練習の毎日の向こうで彼女は絵を描いてたんだよ。そこには私は入れない。野球の選手ってなんかそんなんじゃないと思ってた。そんなんじゃないって。喋るの上手だわ。変わっちゃったんでね、いろいろ。花をくれたり。
どうして？どうしてって、でこの間すごく私のこと嫌いになってた。冷酷な女目って思ったの分かったわよどうして花なんか持ってきたりするのか分かんない。あ、調理場のこと、あ、ごめんなさい。あれね、工務店通さないでね、いや割安でね、レンジと冷蔵庫だけちょっと変えようと思ってたのよ。業者の電話番号ね、本当書いておいてくれ、忘れてたなと思ってた。ちょっと待ってて、今すぐ持ってきますけど。あと腰板の色のこととか全部決めてないことあるでしょ。あれ、そんなことはみんなで集まってあったかく仲良く決めたらいいわね。あとね、それが屋号のことなんだけど、あれ川出なんていくら川のそばだからってよくあんな名前でやってきたと思うけど、はい、あ、いざ考えるとね、なかなか難しくて、なんかテラスとか、あ、なんかね、私はテラスなんかいいと思ってたんだけど。テラスにしようよ。あ、いいのいいの、それはただの私のプランだから、みんなの意見もちゃんと聞いて。あとなんか、あの引き継ぎある？いや、なかったら電話ください。わざわざ来ることなかったのに。じゃあ終わりね、仕事終わり10分。どうもありがとう。うん、しかし今日来たのは引き継ぎに電話番号を教えてもらうっていうんじゃなかった？うんうん、本当に引き継ぎはちゃんとするべきだったわ。俺たちでね、あの店はちゃんとやろうと思ってる。あ、そうね。ええ、だから店とは関係なく君と付き合いたい。なんで？理由なんかはない。そんな、付き合いたいんだ、縁が切れたくないから。そんな目しないで用心深いの。そういう目すると女の子たち来ろうと参ったんでしょう。まさか。うん、そういう目だった。悪くなかったけど。私は、はい、伺っておきます。おしゃれったって、お客様そっち抜けにしておしゃれにしたらしょうがないわよ。やっぱりね、どっかで下町向島浅草っていう味を出さなくちゃ。ねえ、ちょっと待ってよ、おばちゃん。あんたね、すぐ私の言うこと止めるけど。この際、下町の味っていうのは一切気にしなくてもいいかと思います。若い人はね、すぐそういうこと言うけど。マスター、どっかにこう気楽なとこ残さなきゃこの辺のお客来ませんよ。改装が始まっているのに、いくつものことで結論が出なかった。やることはいくらでもあった。2週間で開店なんてできそうもなかった。何使うんだろうね、これ。ほら、そしてきっと現れるとマスターが言った土屋さんは、4日経っても5日経っても現れなかった。はい、これ私のハートいただきましたので、ありがとう。
ってことではそれはもちろん悪くないような気がするの。だけどどうなのかしら。お客さん来なかったら惨めさ。ここ一面さあって広いカウンター素敵じゃないですか。土屋さんはあの人たちに意地悪すぎます。意地悪なんかしてない。関係ないじゃないの。関係あります。私がね、頑固だとしても歪んでるとしてもヒステリーだとしてもね、それは私がね、ただ頑固で歪んでヒステリーな女なのよ。この番組は暮らし広がる世界の品質 P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。